私の資料の 3枚に当たっておりますが、そこの最後のところをまずご覧ください。日本におきますと、人間らしい女性の働き方を追求するだけではなくて、そもそも人間らしい男性の働き方の変革が必要でしょう。これを実現するにはどうすればできるでしょうということでございます。で、今度その配布資料の一番頭の方に戻っていただきまして、この真ん中の方に図がございますが、これは男性の労働時間、長時間労働が多い地域では女性の有業率が低い。で、またその逆もそうであるというのがこの下の図です。ですから、15歳から64歳までの女性の有業率が縦軸で、横が男性の数字ですけれども、男性がそのあんまり長い時間働いてないところでは、女性が割にしっかり働いている率が高いというので、日本社会においてというふうに一律にこの今扱っている問題を考えるわけにはいかなくて、かなりその日本のどこのことを考えようとしているのかという地域差を考えながら、それぞれの地域で私たちの働き方は男性にとっても女性にとってもどういうのがいいんだろう、どういうふうに変えることができるだろうということを考える必要があるんじゃないかというのがこの一番初めのメッセージです。それからその2枚目に来まして、働きやすさと働きがい、これもどうなんだろう、長時間働いても自分はもう本当に生きがいを感じていると思って、とうとう過労死なさる方もいらっしゃるし、そうでなく自分の働きやすさと働きがいがバランスが取れている幸せな人生が送れているって方もわずかでありましょうが、今日本の中にもおいでになるかもしれません。で、岩田君江さんとおっしゃる労働省のお役になった方が、ウィーラーという雑誌にお書きになっているんですけれども、女性が活躍する職場環境として、働きやすさだけではなく働きがいがあることが必要だ、この2つを同時に実現するために最優先で取り組むべきことは、長時間労働が当たり前という働き方の見直しを含めて働き方改革だ、で、それなくして女性の活躍はないと覚悟すべきであろうとおっしゃってんですが、この文章の中でやはり岩田さんも、これは何も女性に当てはまるだけではなくて男性にも当てはまる事柄じゃないかというふうにおっしゃっているということです。次の活動情報2というところでは、 NPO 法人徳島の働く女性を元気にする会、花咲か姉さん組合の酒井孝子さん、笠井孝子さんですね、これ間違ったな、ごめんなさい。で、男女共同参画のための情報集、この同じウィーラーなんですけれども、泡女50というと、泡女50、泡男50、男女×仕事×生き方について意見交換会を開催なさった。これまで女性の問題を女性ばかりで話し合ってきたが、男性型社会の労働慣行について、また育児や家庭生活について男性と一緒に考える機会を設けて、で、この時参加した男性たちからは、そもそもとても積極的な意見が出されて、できることを一緒にやろうと大きな理解と協力が得られ、今後の活躍に大きな希望を持つことができたということは、とても元気が出るお話で、今日もどちらかといえば女性の方が多いけど、男性の方がどの列にもなんかいらっしゃる感じで、とても心強く思っております。次に中野真美さんが、このやはりウィーラーの雑誌の中で、男性中心の働き方モデルを仕事と生活の両立ができるように人間的に変えることと合わせて、女性活躍推進法で一定の企業に義務付けられたポジティブアクションを強化、定着することが求められますとおっしゃった。労働基準法4条と均等法は以上の課題に応えられるよう抜本的に改正すべきです。女中心に考えなきゃいけない必要があったから、女中心に考えてきた今までの男女雇用機会均等法とか
から抜け出してやはり男性にとっても女性にとってもあるいは女性にとっても男性にとっても大事なこれからの在り方というのを日本の国としてまた社会としてそれから人民として考えなければならないんだろうかなと思います。この他のその後に書きました中野真美さんのお話とかなんかもどうぞ参考になさってくださいませ。私の報告はこれでおしまいにいたします。はい、ありがとうございました。男性も巻き込んでということで今日もご参加くださっている男性の方に今日参加してくださっただけでも大変ありがたいと思っておりますので今日は、ご一緒に時間を過ごしていきたいと思います。ではパネリスト